それでは、これより、特定秘密保護法第、違憲訴訟、違憲確認訴訟、第4回口頭弁論の報告会を、始めたいと思います。本日、司会を担当します原告団の古川と申します。よろしくお願いします。では まずですね、今日の第4回の、口頭弁論の、これまでの経過について、弁護士の代理人の山下さんより、説明があります。山下さん、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんばんは。今日本当に皆さん、足元悪い中ですね、お集まりいただきましてありがとうございました。また今日傍聴にですね、来ていただいた方も本当にありがとうございました。今日第4回のですね、口頭弁論がございました。本当にこの人の裁判がですね、こういうふうに続いているのは普通、極めて異例な展開になりまして、本当に皆様方のですね、本当に傍聴とか支援があってのですね、ことだと思っております。今回はですね、実は前回の第3回の裁判の時に裁判長から、実は第3回の裁判でですね、私どもは原告、全員というわけにいかないので、原告の中のですね、10名ぐらいをですね、その原告のうちで、特にこの人たちの話を聞いてほしいと、いわゆる原告本人尋問をやってほしいという請求をしたわけなんですが、裁判長の方からですね、前回その、国家賠償請求、この私どもの裁判はですね、いわゆるこの違憲秘密保護法の違憲確認ですね、それから執行停止、停止はもう法案がですね、施行されてますから、実際はもう法案無意味になっているんですが、そして国家賠償請求として1人当たり原告10万円ずつのですね、賠償請求をしています。で、裁判長からですね、前回第3回の口頭弁論において、その国家賠償請求についてもう少しですね、具体的にこの法律が、もう施行されていますけれども、施行されたらですね、具体的にどのような不利益が原告にあるのかということをですね、もう少し具体的に主張してほしいと、いうような前回の話がありました。そして先ほどから本を売ってますけれども、あの本もですね、証拠に出したところ、裁判長は本を読んだらしくてですね、ここに書いてるような内容をぜひきちんと主張してほしいと、そういう話がございました。そしてそういうことを踏まえましてですね、ちょっと本当は昨年中に出す予定だったんですが、今年、入ってですね、ギリギリになって、署名を提出したんですけども、今日は口頭弁論の記述で用紙を読み上げましたけども、基本的にはですね、一つは被告はですね、もともとこの秘密保護法の中には何て言いますかね、そのいわゆる業務者、報道を携わる業務者の方についてはですね、一定の条件が整えば、正当な業務として、違法にならないと、違法行為にならないという、そういう22条2項という規定があるんですけども、これにフリーのジャーナリストも含むと、いう国会におけるですね、森雅子当時の担当大臣の答弁など引用されているんですけども、そもそもそういう規定がですね、恣意的にというか、一つは官庁によって、恣意的にそれが適用といいますか、それがフリーライターだからといってですね、その取材を受けさせられるわけではないということで、恣意的なことが運用される可能性があるということで、一つは今日佐藤雄一さんというですね、原告の方のお話をそこで紹介させていただいております。また実際記者クラブ自体もですね、実は記者クラブ自体もそこに誰でもそこに参加させているわけではなくてですね、記者クラブ自体がそこの参加を拒む例があるということでですね、これについては赤瀬さんですね、がかつて関わった事件、訴訟の中の、厚労省ですね、厚労記者会というところでの記者会見でいうとしたら断られたと、その週刊プレイボーイというのジャーナリズムではないという理由で断られたというのは、それで紹介させていただきました。またですね、それからそれ以外にですね、この、その恣意的に適用されるだけでなく、この22条2項という中には、いわゆる違法な行為であったり、それから著しく不当な行為である場合にはですね、これはその例外に当たらないと、いう規定になっているんですけれども、やっぱりどうしてもこのフリーの方々というのはですね、通常のメディアと違って、やはりこうゲリラ的な取材をしなければならないと、相当でその中には違法と、形式的な違法と言われるような行為、例えば今回、ですね、山岡さんが福島第一原発にですね、事故直後に
潜入取材をしたということがあったんですけど、これもまあ形式的には違法だと、まあ、言われてしまう、まあ、建造物侵入というですねことになりますので、そういうことであったり、あと早川さんというですね監督の方がいらっしゃるのが原稿にいらっしゃるんですけども、この方もUR というですね賃貸のやってる会社がありますけども、その問題を取り上げるときにその理事長にですね取材を申し込んだら断られたということで突撃、まあ、取材をしたということがあったようなんですけども、まあ、そういうこともですねやはりこの著しく不当であるという判断を受ける可能性がある、このようにまあそのこういう22条2項という例外規定があって、一部マスコミの人はまあそれで守られるかもしれませんけども、まあ、このフリーのですね、ジャーナリストの方々はそれで守られない可能性があるという、まあ、そういうことをしてきました。またもう一つはですね、やはり何て言いますかね、ガサとありますね、捜索差し押さえ、これが実際にはですね、非常に弾圧的に利用されていることがあります。この原告の中でも岩田さんという方はですね、かつて軽井沢のですね、町会議員をされたこともあるんですけども、まあ、当時長野新幹線のですね、建設反対ということで運動されておったんですけども、その中で週刊文春にですね、書いた記事が根拠になりまして、町会議長のですね、名誉毀損の容疑で家宅捜索を受けて、まあ、事件と大勢関係ないものも含めてですね、まあ、いろんなものを大変たくさん押収されたということがあったということがあります。まあ、そういうことから見ても、要するにまあ基本的にその、まあ、マスコミの普通のですね、記者は守られているかもしれません。フリーの相手というのはそういう形で、まあ、いざとなったらそういう形でですね、家宅捜索を受けて、まあ、洗いざらいですね、根こそぎいろいろ持っていかれてしまうと、そしてまあ次の取材もできなくなるという、まあ、そういうダメージを受けることがあります。まあ、最近では視線予備容疑でですね、常岡さんというフリーのジャーナリストの方が、まあ、やはり家宅捜索を受けて、取材道具といいますかね、そういうものを差し押さえられてしまって、大変な取材ができなくなった。また自殺の方は次の日からですね、シリアに、まあ、行って取材を受けようとしてたんですが、それ自体ができなくなったという、まあ、そういうこともあります。そういう形で警察というのは、まあ、そういうジャーナリストをですね、そういう、まあ、家宅捜索ということで、ダンスといいますか、まあ、そういうことがあると、まあ、いうこと。そしてこれは秘密保護 のですね、適用といいますか、適用とかその容疑があるということで、同じように今後される可能性がある。原告の人たち、皆さんフリーの方々ですので、そういう可能性があるということで、これはまさに取材、報道の自由の侵害になると、これはもう法律が施行されていますので、現実的な危険があるという、まあ、そのような主張を展開させていただきました。まあ、今回、そういう主張をしてですね、それから最近のですね、昨年12月10日に施行された後の、まあ、状況ということで、これを橋爪さん、原告の橋爪さんの方から、報告書という形で裁判所に証拠を出しているんですけども、まあ、防衛省ではですね、それまでは個室でですね、取材に応じていたのが、突然もう電話の取材しか受けない、または詳しいことはホームページを見てくださいということで、まあ、ほとんどその直接の取材を受けないと、まあ、いう体制が変わったとかですね、それからまあこれ法律ができた後、まあ、施行前ですけども、昨年1月にあった広島沖であった自衛隊のですね、駆逐艦と漁船のですね、事故についても、本来であれば記者会見を開いてですね、いろいろ説明するわけですけども、記者会見を開かなかったと。これは記者会見を開いてしまって、いろんな取材、質問を受けるとですね、誤って秘密をですね、こうポロッと漏らしてしまうかもしれない。この法律は過失によるですね、漏洩罪も処罰していますので、公民の方々がすればですね、まあ、誤って何かポロッと言ってしまっただけで罪になってしまうという、まあ、そういうこともありますから、その過剰なそういう反応でですね、記者会見自体も開かないと、まあ、そのようなことが起きているとかですね、まあ、いろんな報告が橋爪さんの方されているんですけども、そのことを紹介しまして、そしてまあそういうことで具体的にやはりこの法律がもう施行された現在においてはですね、まさにそのフリーの原告の方々にとっては現実的なこの取材報道の自由が侵害されているんだと、まあ、それに基づくこれは損害賠償、国家賠償請求であるということを今回、準備書面という形で提出をいたしました。で、今日の法廷では、まあ、裁判所の方からはですね、それを前回、私どもは被告の主張に対する反論をしたんですけども、その反論と今回の、ですね、今述べたような国家賠償請求の根拠となる、最近の、まあ、事例も含めた、ですね、そういう現実的なこの取材報道の自由の侵害、ということがあるということについての、まあ、反論をしてくださいと。そして前回私どもはですね、その先ほど言った森政子当時の法務担当大臣が言ったフリーのジャーナリストとは誰かと、どういうものがフリーのジャーナリストに当たるのかという定義ですね、これをきちっと、まあ、示しですね、原告の誰はそれに当たり、誰が当たらないのかということを明確にしてほしいという9着名を前回申し立てをしてたんですけども、それについても、まあ、答えてもらいたいと、まあ、いうことで今回期日が終わりまして、次回は2月のですね、2月の末までに被告の方ではそれに対する書面を出すということになりまして、3月12日の3時半からまた同じく103号法廷で第5回の
口頭弁論が開かれることになりました。裁判長は今回もですね、そういう被告の反論も踏まえて、原告のうち誰をですね、原告本人尋問として聞くのかということについてまたご意見を伺いたいということを言っておりましたので、裁判所は、まだその原告本人尋問をですね、誰かともかく、最低1人以上の人をやるということは裁判所としては方針は変わってないようですので、私どもとして何としてもその原告本人尋問の実現に向けてですね、次回に向けてまたいろいろ準備をしてまいりたいというふうに思っております。で、今日はこの後馬場崎さんのですね講演がありますけれども、馬場崎さんは 前回ですね、私どもが証人として請求している方の一人でありますが、この裁判ではなかなか証人の尋問をすることはおそらくかなり難しいと思いますので、ぜひとも今日皆さん講演をですねしっかり聞いて、馬場崎さんの、この間いろいろご発言されてますけれども、よくしっかり聞いて私ども学んでいきたいというふうに思っておりますので、今日最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。馬場崎さんの、講演に移る前にですね、私たち42人の、フリージャーナリスト、東京地裁に訴えを起こしているんですけれども、それと連携する形で各地で、訴訟提訴しているグループもあります。その活動の経過について、原告の寺澤優さんの方から簡単に説明を。すいません、じゃあ秘密保護法違憲訴訟の、東京でやってる訴訟の原告の一人、ジャーナリストの寺澤優です。で、僕たちは東京の訴訟はですね、去年の3月に、提訴しまして、我々フリーランスの、先ほど山下弁護士が説明しましたけれども、これは我々の取材活動にも直結すると、我々が今後取材できなくなってしまってですね、記者クラブメディアのような、今の新聞テレビがやってるような、もとにかく発表したことだけを、役所が発表したことだけを淡々と伝えるみたいな、しょうもないことになってしまうという危機感を覚えまして、当時43人とちょっと途中1人も亡くなりになっちゃったんですけれども、42人で今継続してます。で、こういった新聞テレビ の記者クラブの人たちは、そんな意見訴訟なんかやったって無駄だと散々言われましたけれども、実際これだけ多くの方たちが毎回傍聴にも駆けつけてくれまして、法廷は最初はですね、50人ぐらい の法廷でやったんですけど、そこ溢れちゃいまして、その東京地裁で一番大きい103号法廷という100人ぐらいある法廷で毎回やってます。で、裁判長も1回目の時は非常に谷口豊裁判長というのは、ずっと行政事件ばっかりやってる方で、他の行政事件の裁判とか見ると、なかなかもう本当国寄りの判断を国寄りの訴訟指揮ばっかりしてる人で、1回目もそういう感じだったんですけど、2回目以降からもう急に、いい人になっちゃってですね、こちらの言うこと何でもはいはい認めちゃいますみたいな、証人、こちら尋問の申請もしてないのにですね、尋問申請して原告の話も聞きましょうかみたいな感じになりました。で、今日もですね、傍聴人が非常に多いので、東京地裁ではなかなか認めたがらないんですけど、弁護士がですね、代理人が今日はこういう署名を出しましたという用紙を山下幸雄弁護士が読み上げたんでね、5分ぐらい、5分よりちょっとあったかもしれませんけれども、東京地裁はもう書面のやり取りだけで、そんなもん面倒くさいことやめろみたいな感じなんですが、それも認めて、山下幸雄弁護士が5分ぐらいここでさっき話したようなことを、まとめて、今日はこういうの書面出しましたというようなことを言った最後に、谷口豊さんがどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたという裁判長も初めて見ましたけれども、そのぐらいですね、もうこれだけ多くの人が来て、このやっぱり秘密保護法に対して危惧の念を持っている、これを法律で違憲じゃないかと思う、なんか民主主義を破壊しちゃうんじゃないかと心配して、これだけ多くの人がですね、こんな平日の昼間に来てるんだっていうことが、やっぱり裁判長にもかなり、伝わって、もうプレッシャーにもなっているということです。で、同じような訴訟があと横浜と静岡でも違憲訴訟が起こされています。で、横浜の方の訴訟はまた2月2日にありますので、ぜひ横浜地裁まで行ける方は館内の方まで行っていただきたいと思います。静岡の方はちょっと今、一番ちょっと状況が悪くなって、これは藤森克美さんという弁護士がですね、
原告になって起こしているんですけれども、まあ、こういう秘密保護法が施行されたらですね、もう弁護権も侵害されてしまうと、つまりもう何が秘密だっていうことを言わないまま、わからないまま裁判もしなきゃいけないと、そういう被告人を弁護しなきゃいけないというのは無理だから、これは弁護士としての職責を全うできないということで、裁判やってるんですけど、まあ、この静岡地裁の裁判長も非常にまあ強権的な人で、もうこの人はもうとにかくもう もう2回目でもう機も熟しましたので、もう決心しますとか言い始めてですね、で今その裁判長が忌避されてた、忌避っていうのはお前もう公正な判断できない人だからお前やめてくれっていう申し立てをされ、藤森弁護士の方がしてまして、まあ、こういうのも認められないんですけれども、まあ、だけどそれにしてもですね、非常に強権的なことです。まあ、だけどこれがもう本当に行政訴訟を扱っている裁判官の普通の姿で、まあ、谷口豊さんという今日の、東京地裁の裁判長、もともとはそういう人なんですけれども、静岡みたいにですね、静岡地裁も全然傍聴人がいないんですよね。まあ、静岡地裁では一番広い法廷、まあ、70人ぐらい入れる法廷でやってると思いますけど、まあ、傍聴人が数人しかいなくて、まあ、裁判長もとりあえず誰も見てないんでやりたい放題という感じです。あと国側の代理人というのは、まあ、みんな同じ人が来るんですけど、今日来た国側の代理人は静岡も出張して行ってるんですが、まあ、今日を見るとですね、非常に国側の代理人も検討いたしますとか、まあ、次回までにいろいろ検討してお答えしますとかっていう、非常になんかね、一見紳士的で真面目に一応対応するつもりがあるんだなっていう様子を見せてますけど、静岡では全然違って、裁判長が打ち切りましてた、そうだそうだ、もうこんな訴訟なんかどうせもう結果分かってないとっとと打ち切れみたいなこと、もう態度も言い方も全然違うようなですね、あ、こいつの本当本心はこれだったんだっていうのがね、よく分かって面白かったです。まあ、そういうようなことで今日は孫崎さんと我々証人に申請していて、まあ、今日も谷口豊裁判長から、まあ今後認証のこともご相談させていただきますというような発言があったのでですね、まあ、さっき山下さん、なかなか山下弁護士そういう証人認められないとは言ってましたけれども、過去 のいろんな訴訟を見ていると全く認められないわけではないとは思うので、もしかしたらこのままですね、傍聴人が溢れるばかりにこう詰めかけていけばですね、やはりちょっとこれは孫崎さんの証人としてお話聞こうかという流れにもなるんじゃないかなというふうにも僕は思ってます。まあ、だけどとにかく今日 孫崎さんのお話を聞いて、それを踏まえてまたなんかこちらの方でもいろいろ主張立証追加していけたらなと思っています。今日はありがとうございました。